はい、皆さんお疲れ様です。今日はなんでこんな格好してるかっていうと、これからやるあの加工動画に出てる格好がこれなのよ。シームレスハイネックっていうのは、これそのままです。これ10年前の映像ですね。で、10年前に着てるのとこれがそっくりなし。白いフリース着てるんですけど、これかなと思ったらね、どうもよく見ると違うらしいんですけど、これね、めっちゃ古いですよ。これはあのユニクロのフリースなんですけど、ユニクロのフリースがね、最初に流行った時のフリースです。で、今から25年ぐらい前のフリースを今でも私着てる。こういうふうにね、物ってのは大事にすると果てしなく使えちゃうんですよ。でもこう世間の人これやんないんだよね。なんか捨てちゃうんだよね。こういう生き方こそ私はエコだと思うんですけどね。一方で私にとってこれとても有利なのよ。皆さんのこの物を大事にしない態度っていうのは、なんでかっていうと、物を大事にしちゃうと流通が悪くなって、結局は物が高くなって選択肢も狭まるんで、大量生産大量消費で大量に廃棄して環境を汚すっていうのは、一個一個の値段は安くなるんで、私個人としては損か得かっていう言い方だけすると得なのよ。で、私は一個買うとずっと大切に使うからお金が出てかないのよ。もう世の中ね、へんてこで、へんてこだよ。エコエコと言ってきながら皆さん物を大事にしないしさ、大量生産して大量消費して大量に捨ててみたいな、で捨てる時にまた環境にどうのこうのとか言い出して、また金を使ってっていう、わけわかんないよね。あのアクセル踏みながらブレーキ一生懸命踏んで、でブレーキ性能が足んないからブレーキのをもっと強化しようとか言ってる横からアクセルをさらに踏んでるような感じだからさ、もうぐちゃぐちゃだよな。まあどうでもいいですわ、行きましょうよ。で、今回のはですね、元の動画が30分あります。ですからちょっとね、途中で少し切りますね。あの今一回見てみたんですけど、途中でね、撮影の仕方とかなんだかんだっていう撮影テクニックみたいなところを話してたりとかするんだけど、そこなんか皆さんまあ別に興味はないでしょうから、そこは切りますね。あのね、撮影テクニックを言ってるともう切りがないのね。音の取り方とかね、まあ基本はあるんですよ。あの音が出る対象になるべく近づけてマイクを置くとかね、あとはマイクに振動が伝わらないようにこのフローティングするとか、いろんな技術はあるんですけども、だけどもうなんつうんだろうな、昔はね、いろいろ撮影テクニックを使わないとそこそこの絵が撮れなかったんですけど、今カメラ性能が抜群に上がっちゃって、カメラのいいのを買っとけば、あとはね、現場でどうにでもごまかしが効くようになっちゃったんで、昔はねカメラの性能悪かったんでライティングで何とかするとかね、光の量を多くしないとダメだったりとか、ノイズ乗っかっちゃったりとかね、なんだかんだってやってたんですよ。まあまあ、だからこれはよしましょう。そこの部分は少し切らせてもらいますね。他にもまあ、あの今更どうでもいいかみたいなところは少し切らせていただいてっていう感じですかね。ロードバイク完全組み立て 2.0 は R9000、R8000 の時代のですから、もう2世代前のなのかな。で、今の最新のと何か違うのかっていうと、基本は何も変わらないですね。で、この 2.0 は油圧ディスクのもやってますけど、油圧ディスクも別に何も変わってないです。だから何がどうということもない。それで DI2 なんかはパソコンなりスマホとつなげて各種設定やったりとかね、シフトのチューニングやったりとかっていう、そういうのも何も変わらない。だから実は10年経っても基本は何も変わってないのね。じゃあ10年前と今のロードバイク何か変わったのっていうと、売ってる側は変わったって言ってますよ。言っとかないと何かとまずいんで言ってるんですけど、根本的なところは何も変わってない。というか私はね、最後の画期的な新製品は何だったのかっていうと、ST74 だったと思うんだよね。最初のデュアルコントロールレバー、あれ以降は特にわすごみたいなのは出てきてない。あといくつかなんかトレンドがあるとしたら、それはあのロードのディスクブレーキ化と、あとはカーボンでいろんなものが作れるようになった、フレームとか、リムとかが非常に高度なものが作れるようになったっていうのは、そこはまあ変化がありますよね。それ以外は特にない。だからそれよりかは、例えば風洞実験できるようになったとか、風洞実験がね割と当たり前になっちゃった。それからあとはあのパワーメーターですね。パワーメーターも昔は SRM しかなかったのが、今いろんなのが出てて、選択肢も増えて、コンピューターで解析するのも非常に便利で快適になったしっていう、だからそういう部分はあるんですよ。あとトレーニングの技術だって、向上してますんで、だからいろんな面でありとあらゆるもので非常に高度化されてるんだけど、
じゃあそれが皆さんのハッピーにつながったのかっていうとそこが微妙というね、だから自分で自分の心をコントロールできる人にとってはこんなに楽しい時代ないんだよ。ところがですね、多くの人は自分の欲とかね、あとは他人から評価されたいとか、そういうのに振り回されちゃって全然ハッピーになれないという。ボロ自転車 の古いパーツがペショッとついてるやつだって、それだって乗って楽しければもういいじゃんって私は思うんだけど、それじゃ納得できない人がいる。自分の心を自分でコントロールできない人がいっぱいいるんで、そっちの解決した方がいいような気がしますけどね。自分の心をコントロールできない人がいくら高価な品を買ったって、翌年にはもう入部取り出ちゃうんだから、いくらやったって無駄なんだよ。だから根っこの部分をどうにかしなきゃいけないなとか。あ、ちょっと本題入りましょう。はい、それじゃあ行きます。今5月じゃない？でこの服装で平気かっていうと、ここ涼しいから平気。ここ締め切っちゃうと日がよく入るんで暑くなっちゃいます。だけど窓をガバッと開けると涼しい空気がスーッと入ってきて、この格好でも全然平気です。やっと新作ができました。今回はロードバイク、完全組み立ての 2.0 なんですけれども、最初にですね、ちょっと皆さんにお礼を申し上げたいと思います。去年の夏から始めて、やっと本格的に始めて6ヶ月、それから準備も入れると8ヶ月今回かかっちゃったんですけど、その間いろんな方から応援やらアドバイスやら、あとは陣中見舞いやら、終わった後にもあれやこれやと完成祝いみたいなのもこうもらっちゃいまして、本当にありがとうございました。個別の方にみんなお礼のメールだなんだかんだかこう差し上げてると、とてもじゃないけど業務に支障が出ることになっちゃうんで、ちょっとこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。今後とも精進いたします。9年かかって 2.0 にこうバージョンアップ、しました。でなんで今までこうやらなかったのかって言われると、シマノが変わらなかったから。シマノのインストールの方法が何にもね変わらなかったんですよ。30年ぐらい変わってなかったですね。11速化されてからという言い方でもいいんですけど、インストールの方法が変わりました。シマノの新製品の情報を私が全然注目してないんで、近々やりますわ。この何年かで販売された新しい商品のに対するこの なんだなネットで見た情報だけしか私ないんですけど、その情報を見てこう思いますっていうような、そういう動画も作っていこうかと思います。それからね、ロードバイク完全組み立ての1の方ではシマノがメインでカンパもやってたんですよ。で 2.0 の方はシマノしかやってないんですよ。でなんでかっていうと、昔はねカンパユーザーっていうのが2割3割はいたのね、ロードバイク乗りでね。だけどこの2を作った頃はもうカンパユーザーなんてのがほとんど絶滅しちゃったっていうか、いなくなっちゃって、なんかスラムを使う人もまあめったにいない。スラムはね値段が非常に高いし、シマノに慣れちゃってるとスラムを使うと微妙にアバウトなのね。ちゃんと動いてるんだけど微妙なアバウトな感じがあって、という感じね。でスプロ系なんかもむやみに高いじゃない。スプロ系が4万円ぐらいするんだっけ。安いので代替しようとかしてもダメだったりとかね。だから、本ちゃん用はその4万円のスプロ系でもいいけれど、普段練習用はなんか1万円ぐらいで済ましたいなとか思っても選択肢がなかったりとか、あとは補修パーツも非常にこう不安だしね。スラムはねかなりの部分がユニット効果になっちゃったりとかするんで、だからそういうのもあってね、スラムは私やってないんですけど、というか、ね、スラムユーザーは少なすぎるんだよね。スラムもカンパもユーザーが少なすぎて DVD 化するだけのものでもないんでやってないということになりますね。はい、続きいきましょう。それ以外にですね、 DI2 がやっと買いになったかなみたいな、今までのがね悪かったのかっていうとね、そうじゃないんですよ。最初に、7級のデュラーの DI2 が出て、それからなんだかんだこう出てるでし
高級のやつはもう DI2 っていうか電動しか選びようがなくなっちゃって、ケーブル引きがなくなっちゃいましたんで、うん、まあここは選択肢もなへったくりもないですよね。だからシマノなんかは、うん、アルテクラスぐらいでメカ式も残してほしいっちゃ残してほしいんですけど、市場が本当にないのかな。リムブレーキタイプだって本当はね残してほしいんですよ。リムブレーキで高品質なパーツってのも、うん、存在してほしいじゃない、うん、だけどないってなると、そう、あとシルバーな、シルバーのパーツね、シルバー系がないじゃない、黒ばっかりになっちゃって、でカーボンで黒だっつんだったら分かるんだけど、ただのアルミなのに塗ってあって黒くしちゃうとか、だから多分コストが安いんだよね、黒の方がね。ちょっとどうにかしてくんないかなと思いますけどね。どうにかしてくんないかと私が思ってもしょうがないんですけどね。とにかく DI2 が使い物になる時代が来たということですね。まあ皆さんにもおすすめできるような時代が やっとやってきたみたいな、うん、感じで、今回ね、なんでデュラー使わなかったのかっていうと、デュラーは高い、デュラーは高い。あのね、ある程度いいかなとか思ったのは、68ね、68、あと68の時はクランクがちょっと剛性足んねえなと思ったんだけど、R8000 になっちゃったら、それこそね、デュラーでなくてもいいかっていう風になっちゃったのね。で、デュラーが9100になっても、その時代もそうね、私はある程度いいんじゃねえのって思っちゃってるんだけど、うん、で昔はね、明白に差があったのよ。使ってみると、やっぱりデュラーの方がいいなっていう点があったんだけど、今のはね、うん、私はもう、あれね、デュラーでなくてもいいかなみたいな。お金出したいってんだったらデュラーでいいんじゃないとか思ってるんですよね。で、現行で使ってるのだって、私のメルクスは、ホイール以外は大体ある程度ですよ。ホイールはジュラなんですけどね、ホイールでアルテにしちゃうとちょっと私が欲しいものではなくなっちゃうんで、ホイールだけはジュラにしてあるんですけど、それ以外は全部アルテでいいやみたいな。だからどうせ経費で落としちゃうんで、ジュラでも良かったっちゃ良かったんですけど、なんか今のジュラに微妙にこうビビッとくるもんがないんですよね。で、あの変速の制御は電気になっちゃってるし、ブレーキはディスクなわけじゃない、油圧なわけじゃない。そうすると同じ油圧で浮かしてるとあんまり差がないんですよ、デュラとアルテで。でメカ式だった頃はデュラとアルテで差はあったのね。例えばあのベアリングの数だってデュラとアルテでは違ったわけだし、そういうのもあって今は、うん、そういう感じですね。アルテでいいと思ってる。こっちの旧バージョンを見ていただいた方は分かると思うんですけども、今回の 2.0 は非常にシンプルな作りになってます。で、なんでかっていうとね、いろいろつけちゃうとそれこそ2時間オーバーしちゃうんで、2時間オーバーしちゃうのは長いよなと思って、それはやめて極力今回はねシンプルにしています。で、シンプルにするってことは簡単に作れるっていうのとは、ね、違うんですよ。シンプルに作ってそれでもね全体を成り立たせるっていうのはこれがねなかなか大変で、でなんでそれが今回できたかっていうと、うん、撮影技術、ライティング、それから音を取る技術、それから今度は編集する技術とトータルで制作するレベルが上がったんで、シンプルにしちゃっても持つような、プレーンに作るっていうのは難しいんですよ。適当にね香辛料をこうかけちゃった方が料理が簡単なのと同じで、素材の味で勝負しようとするとそれは大変なのね。今回のこの2はね、その大変なことを実はやってんのね。だから見てる側はよく分かんないと思うんですけどね。あとはね、パンとかズームとか私やらない、パンっていうのはカメラをこう振っちゃうんだけど、それとかこうズームをするっていうのも私の、あの DVD 少ないんですけど、それをやるのは見てる側からして見やすいやつをするにはそっちの方がいいという私の判断なのね。で、それを、その作りを教えてくれたのは黒沢映画なんだよね。黒沢明のあの人の映画はパンとかやらないのよ。で、ズームってのもやらないの。で、何か画面があってそれをこう寄りたいっていう時には、例えばダンダンダンとこうあの3段に寄ったりとかそういうことやるんだよね。あとこうパンもやらないね。あの人はカメラ据えたらカメラ据えたまんまで登場人物が動いてくる。で、次のカットはもう こうやってやってもう寄りに入ってるとかね、寄りの絵に入っていくとか、そういう 絵作りをやるわけね。ハリウッド映画なんかよく振るじゃない、カメラを振るんだけど、映画館
の、 あのフィルムって1秒間24コマだから、こうやって振るとパラパラ漫画みたいになっちゃうんだよね。パタ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 ってなってっちゃって、だから途端にあの現実、あのその映画の世界に入ってたものがいきなり現実に引き戻されちゃうみたいなところがあるんですけど、うん、まあそういうのもあって黒沢監督はこうパンとかをやらないと思うんですけどね。